かねえ。俺は正面から突っ込んでロミを連れて。Keeping this up. For a bit. Now they'll be in trouble if I don't do anything. They'll be wanting to flee and shit. See if I go to the other one and try capturing from there. Thank you.
There. Thank you.
Here we are. プルトンの設計図その在りか多くの犠牲が出る前にお話しください。アイスバーグさん、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポール・ナンバー9潜伏など造作もない。しかしこの件に費やす時間も制限時間も迎えました。話を続けましょう。 設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実が、かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて弟子を2人取っていた。兄弟子はあなた、 弟でしょう。カティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、 あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃー、ロビン、やっと見つけたぞ。私は先に行ってる。おい、待て、行くなよロビン。おめえやしない、諦めろ。Oh boy. I'm gonna say blown out. この屋敷は海賊の手により消失する。お前たちも逃げた。逃げられるか。 Chapter. CP9 は物心ついた時に
政府のために命を使う覚悟、人体の限界を超えるための訓練を、そして得た力が6つの超人的体力、6式。あまり調子に乗らぬことが、世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。ネコネコの実モデルレオパルド。Come on!